はい、こんにちは。まさ T チャンネルです。いつもご視聴誠にありがとうございます。本日は京急線、花月総持駅で下車しまして、駅から歩いて5分ほどにある花月園に来ております。これから、アントニオ猪木さんが生まれ育った生家、その跡地へ、向かいたいと思います。約2年前、私、こちら、鶴見の地を訪れまして、生家跡地訪問したんですけども、改めて撮影し直しにやってまいりました。ワンちゃんが元気に吠えてますが、活気がありますね。はい、それでは本日もよろしくお願いいたします。で、岸谷公園に向かう前に、この、花月園について、ちょっとざっくり、ご説明したいんですが、こちらもともと競輪場があった、場所なんですね。で、この花月園の、現在公園になっているんですが、こう広くこう、円形状の、楕円形状と言っていいんですかね、そういった形をしている公園でして、当時の、競輪場の、形、ほぼそのままの形で、残されている、公園ですね。非常に広々としていて、気持ちのいい公園です。本日週末の、ただいま早朝の時間帯なんで、人気あんまりないかなと思って喋りながら撮ろうと思ったんですが、思ったよりこう人通りが多かったので、今回は字幕にてご説明しながら撮影するという形にいたしました。で、最後にさらっとこう撮った住宅街の通り、あの辺りが、猪木さんの生まれ育った生家があった跡地なんではないかということです。あまりこうお宅の方にこう、カメラを向けると、一般のお宅なんでね、ご迷惑になるので、通りをこうさらっと映す程度にしたんですけども、今回参考にさせていただいた、サイト、そちらの URL は、概要欄に、貼り付けておきますので、どうぞご参照いただければと思います。で、私、本当に偶然というかですね、意外なことでびっくりしたんですが、前回来た時にですね、岸谷公園の、ベンチに座って、で、全く当てずっぽうでですね、なんとなく勘なんですが、猪木さんが生まれ育ったお宅があった場所、あっちなんじゃないかなと、カメラを向けてですね、本当に何の根拠もないんですが、そういうことを口走った、記憶があるんですが、俺ね、勝手な想像なんだけど、なんとなくね、俺その一角あたりかなっていう、勝手な想像なんだけどね。今回参考にさせていただいたそのブログの方、調べてくださったその場所がですね、私がなんとなく勘で示した場所と一致していたんですよね。その時にまだ私ブログを拝見しておりませんでしたので、もう本当に偶然なんですけども、ちょっと自分で驚いてしまいました。はい、以上簡単ではありますが、2年前訪問した岸谷公園、猪木さんが生まれ育った生家、その続編という形で今回お送りいたしました。プロレス関連の動画というのはこちらのメインチャンネルではなかなか取り上げる機会そんなに多くはないと思うんですけども、何かありましたら今後も撮影していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ちょっと早めに撮影が終わったんで、こちらの花月園ちょっとぐるっとお散歩してから帰ろうと思います。はい、それでは次回の動画でお会いいたしましょう。ではでは。